はいどうも、たこじです。今日はですね、えがしら2時50分、えがちゃんのチャンネルが100万人超えたということで、8日間で100万人超えたんですかね。史上最速2番目史上2番目の速さですかちょっとよくわかんないですけど。それと同時に、えー、草薙ツのチャンネルも100万人超えたということで、まあ、それが話題になってるんですけども、このね底辺からしたら、めちゃくちゃありがたい話なんですよね。一昔前だと、 ユーチューバー。例えば100万人当時いるユーチューバーの人たちでも、100万人いる、登録者が100万人いる、その影響力が100万人ちょうど、えー、それ一緒かって言われたらそうじゃなくて、まあ結構馬鹿にされたりとかね、ユーチューバーみたいな感じだったと思うんですけど、こうやって有名人の方が、あの、たくさん来てくれてて、ユーチューブっていうものに対してのその抵抗感みたいなのがね、だんだんなくなってきてて、ほんとありがたいなと。 もう底辺からしたらね、それは外からも今まで見なかった人たちも来てくれるし、そしたらね、もしかしたら万が一僕のチャンネルをポッて見てくれる可能性だってね、まあ、あない、ないこともないし、うん。で、その、400人超えてぐらいあたりしすか、かね、はい、そのぐらいから、まああのー、 コメントとかばーっとたくさん入るようになってきて、で、今17のライブ配信やってますけど、そちらの方来てくれたりとか、で、17のライブ配信からも YouTube にたくさん登録、えー、してくださってて、まあ本当ありがたいなというか、そういったことがなかったら多分まあ、チャンネル登録者もなかなか増えなかったんだろうというふうに思うんですけど、柴田が、えー、俺にとっては脅威だと、まあ、言ってましたけども、やっぱり100万人、 超えてる、えー、今まで支えてきた YouTuber の人たちにとったら、脅威だろうなっていうふうに思ってて、やっぱね、あの、プロですから、えー、もう全然ね、もうその、柴田が言ってた通りですけど、今まで、えー、100万人で支えてきた人たちにとったら、本当に、えー、かなり大変な状況であるのは、まあ、間違いないんだろうなっていうふうには、まあ、思います。ただね、その、それこそ一昔前、えー、例えば、どんだけいいカメラ使ってるとか、 編集がすごいとか、まあそういったところでチャンネル登録者が伸びたりすることもあったと思うんですけど、今はもうほとんどそれがなくなってるというか、20人のユーチューバーでも、200万人いる YouTuber でも、編集ちゃんと勉強すれば、もう変わりない、大差ない編集はね、今もう簡単にできるようになったんですよね。で、そこで、ちょっとね、そのチャンネル登録者増える人の、 感じも変わってきてて、例えば、あの、同じ神戸なんですけど、パーカくーん、なんかもうね、ばーって言ってさ、今もう30番に超えてるんですかね。例えば、パーカくーんは普通の大学生の動画を、日常を上げてるだけなんですけど、あれなんで伸びたかって言ったら、やっぱりその人柄だと思うんですよね。で人柄に、えー、みんなが、 応援したいと。まあ、苦学生はやっててっていうところで、まあ、伸びたっていうところがあって、要するにその、すごい編集技術があって、えー、すごいカメラを使ってて、すごい企画力があってっていう、最初のその YouTube から、もう人柄人で勝負みたいな、今時代になってきてるんだなっていうふうに、思いましたね。で、僕も最初の方は、まあ、ガンガン編集期化した動画、今も残ってると思いますけど、ま、あ非公開にはしてないと思うんで。 ありますけども、そこでもう勝負してもしょうがないというか、なので、えー、まあ、ライブに来てほしいというのもあるので、じゃあ、喋ろうかと。脳編集で喋ろうかと。そっちの方がよっぽど人柄を見てもらえるだろうなっていうふうに、まあ、伸び方は難しいだろうなと思いましたけど、それでも、まあ、その、一昔前の YouTube に比べたら、500人超えましたけど、いきなり知り合いから連絡が来たりだとか、五百たった500人ですけどね。だけど、500人以上の、 今 YouTube ってやっぱ影響力があるなというふうに思ったので、僕としてはね、すごく大歓迎なんですけどね。まあ、ネタとしてね、またあいつがどうとかっていうのはまあまああるっちゃありますけど、<laughs> まあそれあくまでネタなんでね。うん。だから、今まで支えてきた人たち、えーそのね、いわゆる YouTuber っぽい YouTuber って、今後なかなか、うん、需要というか、まあもう、プロ,プロはね、 プロですからね、相手が。<laughs> それは、まあ、なかなか難しいかなっていうふうに。でも僕はね、その、素人の人たちが一生懸命企画組んで、えー、やってるのが僕は好きだったんですけどね、その YouTube が。だからそういう部分も、あの、がっつり残っててほしいなというふうには個人的には思うんですけど、まあそういうふうに変わってきてるというか、まああの、カテゴリー自体もどんどん増えてましてね、プロのブロガーさんが来たりだとか、え、美容師さんがやって、 たりだとか、料理人が YouTube 始めたりだとか、いろんなカテゴリーが増えてるので、まあ YouTube のその使い方、いわゆるその昔の、えー、何か、こう、規約を違反するような YouTuber っぽい YouTuber と本当に減ってきたなというふうには思いますね。うん。なお、僕的にはまあそれは、そこはそこで、もっくんチャンネルみたいなも残っててほしいんですけどね。もう今やってないけど、たまにメグウィンのところとかに出てるのかな。そういうのも、 だとき、ちょ、ときたまは見たいんですけど、まあでも、底辺からやってるみっからとしては、あの、本当にありがたい話だな、というふうに、まあ思います。まあ YouTube もね、今後変わ、もっと変わっていくんだろうし、今だから、じゃあ、が今まで素人の土俵だった YouTube は今、じゃあ素人はどこに今行ってるかっつったら、もうみんなライブ配信に行ってるんですよね。ライブ配信は、まだその芸能人がたくさん入って、 あの、たくさんバンバンやってるような場所じゃないんで、だんだんみんなそっちに流れてるっていうのは、まあ、確かに、あの、まあ、実際両方やってるんで、両方やっててそれはすごく、あの、感じます。まあ、どれがいい、どれが悪いっていうか、もうこれ時代の流れなんでね、もうしょうがないと思いますけど、まあ、僕、僕はもう本当にありがたい話だなと、いうふうに、はい、思います。まあ、自分なりのペースで、これからもやっていこうかなと思います。はい、今日はそういった動画でした。たばこでした。